で、インストールが大体終わるとこんな感じの画面が出てきます。長かったですね。で次リスタートナウですね。あ、長かった。で書いてある通り、シール取り出して、取り出して、エンターと。ここにシールやります。これでインストールが終わりですね。あとは、コンバランスセッティングとかになります。こんな感じで新しく買った PC に Ubuntu 入れてください。はい、今回これで終わりです。